平本委員皆さんこんにちは自由民主党広島県議会議員会の平本徹でございますよろしくお願いをいたします それでは早速質問に入らせていただきます。私からは広島市東部地区連続立体交差事業に関する質問をさせていただきます。平成30年1月18日に広島市長から知事に東部連立の修正検討結果の報告と平成27年の見直し案を変更したい旨の申し入れがありました。東部連立は 平成14年の当初計画から平成25年に1回目の見直し平成27年には2回目の見直しそして今回合わせれば3回目の見直しを行うこととなりますこれを受けて先月7日に知事広島市長府中町長海田町長の4者会談が開催をされ広島市の申し入れ内容を基本に検討を進めることを合意をされました その際に知事は関係住民の皆様のご理解を得ながら事業を進めることや早期に事業着手することは重要と考えており市の提案であればコスト縮減が図られ地元理解が得られるということからやむを得ないと考え合意すると言われましたまた関係する皆様のご理解を得ながらできるだけ早期に工事着手できるよう取り組むとコメントをされ 広島市長は船越地区の地元代表者からは大筋で受け入れられる案であると意向を伺った今後船越地区住民の皆様に丁寧な説明を行いご理解をいただくとともに早期に事業効果が発揮できるよう取り組んでまいりたいとコメントをされております知事市長のコメントにもありますが重要なポイントは3つコスト縮減 地元の理解早期工事着手であると私も考えておりますそこでまずコスト削減についてですが今回広島市から申し入れのあった3回目の見直しについて2回目の見直しと比較をして全体事業費は145億円増加することとなりましたが4社合意をするにあたり県はコスト面でどのような検討をされたのか 都市計画技術審議官にお伺いをいたします。都市建築技術審議官、広島市からの提案内容につきましては、当初計画や平成二十七年の見直し案の構造や概算事業費をもとに。 変更箇所の比較検討を行い、県域の事業費は当初計画に比べ約百十億円のコスト縮減が見込まれることを確認したところでございます。平本委員、えっと今回の見直しに向けては我々には一月十九日の建設委員会において広島市から提出された見直し案の 修正検討結果についてというたった5ページの資料配布がなされただけであります。配られた資料は検討結果の概要をまとめたものであり、県としてどのように検討されたのか全くわかりません。4者合意をするにあたり、たった5ページの資料で判断されることはないと考えております。そこで県は、広島市からどのような資料をいただき、 我々に配られた資料以外のどのような資料で検討および判断をされたのでしょうか、またそれらの資料は我々には提示をしていただけないのでしょうか、都市建築技術審議官にお伺いをいたします都市建築技術審議官、広島市からは申し入れの際の資料に加え、 概略図面などの資料を提供されておりこれもこれまでの案と比較検討し提案内容の妥当性について確認をしたところでございます概略図面などの資料につきましては広島市と連携しながら住民説明会などでお示しし公表してまいりたいと考えております平本委員それでは次に地元の理解についてお伺いをいたします 私はこれこそが最も重要なポイントであると考えており地元住民の皆様の理解なしには事業はできないものだと考えておりますこの度の見直し案の発表があったのが1月18日で船越地区の町内会長の話し合いがあったのは1月30日ですわずか13日間で船越地区の住民の皆様に説明をし 同意を得ることとは大変難しいと考えておりますまた市長は、船越地区の住民、地元代表者からは、大筋で受け入れられていると説明をされていますが、2月8日の新聞には、歩行者横断道の確約がなければ納得できない、条件が整わないまま、トップ同士で決めるのは、頭ごなしだと批判をされました。 2月25日に広島市が行った的場川西踏切の周辺地区の方々の説明でも広島市から十分,の資料な十分な資料の提示や説明がなかったこともあり出席者の大半の方が反対されたと伺っておりますこのような中3月2日および3日に広島市が住民説明会を開催をされそれを受けて船越地区 連合町内会が4日に緊急会合を開き、この度の市の見直し案を容認すると申し合わせたとの新聞報道がありました。また、計画見直しが繰り返され、地元は長年停滞をした、事業の進展を望んで苦渋の判断であることを行政は忘れないでほしいとの地元の意見も合わせて掲載をされました。 そこでこれらの状況を踏まえ、この度の広島市の見直し,見直し案にかかる地元の理解について、どのように認識しておられるのか、都市建築、えー、技術審議官にお伺いをいたします委員長都市建築技術審議官。えー、広島市からは、この度の、えー、市の提案に対し、地元のすべての方々が賛成というわけではございませんが、 早く事業を進めていただきたいという意見が多かったことを踏まえ船越地区の連合町内会から市の提案を受け入れることとし今後はこの案で事業を早く進めてもらいたいと連絡をいただいたと伺っております県といたしましてもできるだけ早期に工事着手することが重要であると考えており引き続き共同事業者である広島市と連携し取り組んでまいります 委員長平本委員それでは最後にに早期工事着手についいてお伺いをいたしますこの度の見直しでは、工事が始まってから17年が必要とされている上工事を始めるまでには、JR との協議や都市計画変更、事業認可など、さまざまな協議や手続きが必要となってまいります。 そこでコスト縮減、地元の理解を踏まえ、早期工事着手にしていくために、県としてどのようなスケジュールで取り組んでいかれるおつもりなのか、都市建築技術審議官にお伺いをいたします都市建築技術審議官。今後のスケジュールにつきましては、引き続き広島市と連携し、 平成30年度内の都市計画変更、その後の速やかな事業認可取得を目指し、できるだけ早期に工事着手できるよう取り組んでまいりたいと考えております委員長平本委員、はい。やはり私は、この事業を進めるためには、地元の方に十分な説明を行い、 理解を深めてていただくこととが重要であると考えております3月4日の船越地区連合町内会の緊急会合において船越の住民の方は広島市の見直し案を容認されたとのことですが私の聞くところによると合意はしたがまちづくり等における疑問点は残ったままとおっしゃられております。 また事業に一体いくらかかり、いつ工事に着手されるのかを説明しなければ、真に地元の理解を得られないのではないかと考えます。私の聞いたところによると、工事着手まで約3年、工事期間17年と合わせて、完成まで20年となっております。この事業は本来であれば、平成27年に開 完成する予定でございました今の状況では縮小されたにもかかわらず23年遅れで完成することになりますその間府中町海田町船越を含む空き地区全体が被るであろうそこの損失を行政は十分を認識した上でこれから事業に取り組んでいただきたい 住民の方の理解を深めるためには、なるべく多くの資料が必要であり、現時点においては、開示された資料が少なすぎると感じております。今後ともなるべく多くの皆様に、丁寧に説明をしていただくよう、私から切に要望をさせていただきます。 本日はあまり時間がありませんので、次の質問へちょっと移るのが難しいので、この辺で終わりにしますが、次回この問題を引き続き取り上げてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。